創月ホールは、東京、赤坂の創月会館内にあるホールである。創月会館とともに、一般財団法人、創月会が所有、運営している。1927年に創立された池花、創月流の50周年を記念して開業した。座席数は530席で、前列5列と2階、3階席の一部が、稼働席になっている。 創月会主催の式典をはじめ、外部の演劇公演や試写会などにも対応している。創月ホールが所在する創月会館は創月流の総本部であり、ホールは同会館の地下にある。創月会館は建築家丹下建造が設計し、1958年6月に初代の建物が竣工。その後1977年に現在の建物に再建された。 会館は芸術家イサムノグチによる石庭を備え外装のカーテンウォールには赤坂御所と青山通りの緑が映し込まれるようになっている上層階はオフィスとして賃貸されておりデザイン会社年度の本社などが入居している ABCDE 葬儀会館丹下アソシエーツ2017年4月4日閲覧 ABCDE 葬儀会館 第20回 BCS 賞受賞作品。日本建設業連合会。2017年4月4日閲覧。AB、虫散歩第27回。東京、青山から六本木へ。手塚先生、文化交流の足跡を歩く。無心棒2013年4月号。手塚治虫公式サイト。2017年4月4日閲覧。AB、創月会館のご案内。 池花総月流。2011年7月30日閲覧。会社概要。ありがとうございます。